ネイルドットコムです。アリエクスプレスという海外のこう結構ネイル用品とか扱ってるサイトで買い物をさせていただきました。一つめちゃめちゃ気になっていたものを購入させていただきました。こちら、こちらサンライトという UV LED 対応のジェルネイル用のライトなんですけれども、あれってちゃあれこちらです。こんな感じのものですね。こちら私が普段使用させていただいている TAT さんが出しているルナライトですね。まず今日は、こちらのライトですね。ちょ、見た目がねほぼほぼ同じなので、こちら、比較していきたいと思います。中に入っているものはアダプターと本体、あと説明書が入ってました。コードの長さ割と長めですね。ルナライトのアダプターと長さ、今並べてるんですけれども同じだと思います。差し込み口の形状は同じですね。あ、ちょっと違う。このアウトプットのところですね、ここが 1.2A と 1.5A ということで、ルナライトの方が 1.5A、 サンライトの方が 1.2A っていう感じになっています。本体の大きさ的にはこんな感じですね。同じサイズ感です。ルナライトは中が白なのに対してサンライトは中が真っ黒っていう感じになっています。ルナライトはここ外せるんですよ。サンライトはそこを外すことができない。ルナライトの方は10秒、30秒、60秒、99秒で、ここがローヒートモードというものの対応になっていて、徐々に段階を上げていくタイプのところですね。で、24W と 48W のパワーの切り替えができるのもここのボタン長押ししてもらうとできる感じになっています。サンライト10秒、30秒、60秒、99秒のローヒートモード、ここダブルパワーって書いてあるんですけれども、これも 24W と 48W で強さを変えられるという形のものになっています。ちょっとね使ってて汚いんですけれども、奥までしっかりと LED がついていて、横もついている形になっています。サンライトの中なんですけれども、こう比べてもらうと分かるかなと思うんですけども、ライトの量的な部分でいうと正直触らないかなと思います。チップがついている場所も基本的に同じぐらいの場所からこうついている感じになっています。センサーの位置がルナライトはここ、サンライトちょっと中真っ黒でセンサーの位置分かりにくいんですけれども、この今私が人差し指で当たっているところですね、ここがちょうどセンサーの位置っていう感じになっています。ちょっと奥かなっていう感じがします。このサンライト説明書入ってました。きちんとこの日本語のマニュアルっていうものもついてます。製品情報というもの、私なりに比べさせていただいたんですけれども、 LED の電球の数、寸法、周波数、ここに関しては全く同じ紫外線の波長なんですけれども、紫外線の波長も365から405ナノメートルということで、ここも全く同じかなというふうに思います。なので今多分違うところで言ったら、アダプターのアウトプットのアンペア数とここの下が外せるか外せないかかなっていう感じがします。ちなみにお値段なんですけれども、こちらのルナライト希望小売価格が税別で21,600円、こちらのサンライトアマゾンで8,800円で購入することができます。ということで見た目的にはこんな感じの違いっていうことなんですけれども、実際にちょっとね右手のネイルちょうど直そうかなと思っていたので、直しつつどちらのライトがどういいのか見ていきたいと思います。フィルインの状態にしました。今日はねちょっとこの動画にするのを忘れていた氷フィルム、こちらを使ってねちょっとネイルやっていきたいと思います。今回このルナライトはちょっと使わずに、このサンライトの方でネイルをして、ちょっと効果熱とかね、そういった部分が違うのかどうかとか、そういう部分ちょっと見ていきたいと思います。ベースジェルはこちらのインフィニティジェルですね。こちらネイルココさんの商品です。こちらを使っていきます。
このベースジェル結構高加熱があります。ちょっと塗っていく筆はこちら舌下ブラシのフラットオーバル使っていきます。一度塗り目こんな感じですね。ではライトに入れていきます。ないよ。ライトを30秒にセットしてあります。ではライト入れます。暑いけど熱に出すほどの暑さではない気がする。やばい、また一気にやっていくと失敗するやつだ。ちょっとね、中のこのフィルムをちょっとクシャクシャってすることで、あの時代遅れ感というか、あのそういったものをねちょっとごまかしつつ残り4本やっていこうと思います。こっちの方が高加熱めっちゃ感じるっていう風にね、あの思ってるので、こっちでねちょっと仕切り直しということでやらせていただきたいと思います。塗り終わることができました。ではライトに入れたいと思います。あ、でもそんなに本当に熱くない。これライト切り替わってるっていうぐらい明るさ変わらないんだけど、ここのボタンをね長押しすると 24W と 48W でライトが変わるはずなんですけど、全然ね、あの明るさが変わらない。結構ルナライトって目で見てもう、あの光の具合が変わるので24なのか48なのか分かりやすいんですけど、このサンライトなんか一旦こうパチンって消える瞬間があったりとかするので全然分かんないですね。二度塗りしていきます。とりあえずね、この2本入れます。あ、熱いな。いやでも本当にそんななんだよな。なんか全然あのライトから出すほどに熱かったイメージなんですけど、全然そんなに熱くないんですよね。アウトプットのアンペア数の違いって関係してくるんですかね。あ、今熱い、今熱い、熱い、熱いは熱いんですよ。熱いは熱いんですけど、そんななんかこっからもう引っ張り出してなんか爪をカタカタやらなきゃいけないほど熱いかって言われたらそこまで熱くないっていう感じですね。ちょっとね2本ぐらいこのオーロラフィルム使ったものやろうと思っているので、こちらマンダリンオイルですね、ベトロさんのカラージェルです。こちら塗っていきます。これはねめちゃめちゃ秋に可愛いカラーで本当におすすめなので、あのもしよければね、本当みんな今年の秋手に入れてほしいカラーですね。もうね
あのごめんなさい、全く痛いっていうこともなくてもうなんかライトを映すのも、もう忘れちゃうぐらいなんですけど、グレースさんのクリアジェル、こんな感じでですね、ちょっとここは色を塗りました。これはベトロさんのコガレムクっていうカラーを塗ってあります。はい、全体的にこんな感じで組ませることができたら、トップジェルを塗って最後硬化します。はい、というわけでちょっと秋っぽい感じの色合いを全体的に入れさせていただいてます。実際にこちらのサンライトを使ってみて思ったことをちょっと率直に、こちらとルナライトは正直全くの別物なんじゃないのかなというふうに思います。48W って結構熱いんですよ。なのでちょっと 48W あるかっていう部分で言うと、少し信憑性に欠けるのかなというふうに感じました。この形ですね、ルナライトも同じ形なんですけど、これってアームレストになるんですよ。なのでネイルをやる時とか結構使いやすいというふうに私は感じております。このサンライトがルナライトよりも良かったこと、機械自体が熱くならなかったです。ルナライトはお客さんネイルやってる時、だいたい1時間ぐらいこうついたり消えたりを繰り返すんですけれども、ちょっと熱を本体が持ち始めて熱く感じるんですね。タオルを敷いたりとかして対応してるんですけど、一人一人のお客さんで交換をしなきゃいけなくて、それがマジでめんどくさいなと思ってたんですけど、このサンライトだったら熱く感じることがないので、エタノールとかで消毒してあげれば次のお客さん使えたりとかするので、そこがすごくいいなっていう、そこまでねこう手を置いても嫌な感じはしないと思うので、その部分で言ったらこれめちゃめちゃいいなと思いました。私はルナライトとサンライト今持ってる状態なんですけれども、今後はですねどちらも使っていきたいなというふうに思っております。フットネイルをやるときには底板が外せた方がいいので、ルナライトを使っていこうと思いますけれども、ハンドやるときにはアームレストとしても使いやすいサンライトの方でやっていければなというふうに感じました。ただ私が購入をさせていただいたアリエクスプレスの方はこういうね中が真っ黒でこの底板も外せないタイプだったんですけれども、 Amazon さんの方にある3 UV ライトですね、そちら底板が外せるものになってますので、 Amazon さんの3 UV ライトリンク貼らせていただきます。本日使用させていただきました商品、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからぜひぜひご覧になってみてください。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。